田さんをちょっとご紹介させていただきますね。どこの国の民族衣装でしょうね。どこだと思う？ん？そうか、言ったもんね。先生言っちゃったもん、最初に。工場、修二郎先生の内輪の話になりましたけどね、樋口先生の、お修二郎先生の裏側の、タッピっていう工場でね、いつもお仕事をされてるんですね。で、何人かでネパールから日本にやってこられて、私の教室にはまだ何ヶ月かですね、9ヶ月ですね。で、今日ね、お友達いっぱい来られてるんですよ。どこに座ってらっしゃるか。あそこですね。せっかくなので、この衣装をゆっくり、これ今日お願いしたんですよ、これを着てくださいということでね、すごく大変だったんですけどね、どうぞ写真撮りたいなと撮ってくださいね。で、そして2枚見せてもらおう。ね、これ1枚の布ですか？うん。4枚。うん。これ、ちょっとゆっくり見せてもらおう。これが1枚でね。はい、これ2枚ね。これくっついてるの、ここにね。で、その上にこれを着て、最後にこれは、見せてもらおうか。こうなってるのか。これすごいね。これちょっとすごいよ。ちょっとこっちこっちこっち後ろ見てみな。これすごくない？これこうなってるのね。これは1枚の布をこういうふうにドレープ作るんですか？あれだね。日本のお着物を着るのも大変だけど、これも結構大変ですね、あと髪の毛見せてもらおう。髪の毛ね、ほらこんなのついてる。ほらね、ごめんね。あとこれがマークだよね、ここにね。ネパールの人はね、ヒンドゥー教っていう宗教を信じてるんですね。ここにこうつけて、いつも火曜日はね、一日に断食される。火曜日ご飯も食べないで、毎週で、すごいでしょ、ね、そしてお祈りするんですね。じゃあ、また後からゆっくり木田さんとお話ししたい方、お友達とお話ししたい方はお話します。あとね、挨拶少し習おうか。何習いたい？この言葉はネパール語で何て言うかな。おはようございます。ナマステ。ナマステ。じゃあ一緒にやってみよう。せーの。はい。ナマステ。簡単だね。ナマステ。言ってみよう。せーの。ナマステ。じゃあ、こんにちはも同じですか？こんばんは。全部同じか。簡単だね。おはようございます。こんにちはも、こんばんは。全部ナマステだと。ナマステ、ナマステ。あと何か、何が聞きたい？いただきますか？いただきますはありますか？話するがらまい。話するがらまい。話するごろまい。合ってる？話するごろまい。はい。せーの。話するごろまい。いただきます。ごちそうさまもありますか？だんねば。かなこらぎだんねば。なんで？かなこらぎだんねば。かなこらぎなんでば。なんでば。なんでば。覚えましたか？